はい、こんにちは、札幌占い美容裁判所の元です。今回の、内容としては結構複雑になると思うんですけれども、やります。まあ大体美容師さんやらない内容だと思うんですが、何をやるかっていうと、矯正、ダブルカラー、毛先ブリーチのグラデーションカラーと、あとカットは、毛量調節をするんで、多分通常の美容室でやったら6時間ぐらいのメニューかなと思います。ダブルカラー、多分ブリーチしてダブルカラーして、あと矯正とカット、カットはちょっとですけど、まあそれ2時間半でやろうかなっていう感じで、時間がちょっとないの で毛先が結構このような感じで、まあこの状態皆さんどうすればいいかっていうのは、テイクセニング使うっていうのは分かると思うんですけど、テイクセニングを使ってまず毛量調節をパパッとしていきます。はい、で、まず前に出しますね。ごめんなさい、はい、足蒸れてないですか？大丈夫です。足蒸れてないです。はい、で、まあ、靴がここに残ってる。そうなんだ。靴残ってるじゃん。で、こちらがまずセンターパートで分けて、お、結構な感じでありますね。はい、これはね、はい、まあ結構やることとかあれなんで、ちょっと行きます。もうどんどんやっていきます。テイクセニングを、ちょっとモデルさん見えないと思うんですけど、でまあこれだけでもね、だいぶ量感の方が取れて、シルエット自体がガラッと変わるんで、結構変わったの分かります。はい、でこれタオル取るともっと変わるんですけど、このテイクセニングをまあこれババって今入れたぐらいですけど、何が違うかっていうと、これがこっちに入ってくれるんですね。まあいつも言ってますけど、結構違いませんか？うん、でも毛先の量はあると。うんうん、お、ぺったんこ。はい、そうなんですよ。すごい。はい、ここからまだね、やることたくさんありますんで、とりあえずぺったんこ。いい、こんなぺったんこにされたことないです。私こんだけぺったんこにするんだったらペラペラになっちゃうでしょ。はい、毛先が。そう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 、ね、でも なってないんじゃないですか。なってない。そう、これがテクです。まあ、いいですか？これがテクですね、テク。すごい。どうですか、触ってみてくださいって言われて触るけど、いつもいやもうちょっとこの辺っていつも言ってます。もう必ず言ってます。それでどんどん悪循環になってって、うん、頭ボーンってなってくるんで、ね、あとすぐ増えるんですよね。今回のは増えないです、うん、はい、ここから切ってるってことですもんね。そうですね、抜け、切れ毛とか、切れ毛っていうか生え変わりの毛みたいな感じを作ってってるんで、結構もうすぐは伸びないんで、持ちを一番に考えているんです、ね。はい、今はですね、まあ、何をやったかっていうと、シャンプー台で軽くシャンプーして、これがまあ一番時短の矯正ですね。結構3列とかもね、いろいろあって、やっとムササビジェルもちょっとできてきたので、ムササビジェルプラストリートメントとかも、ちょっともうそろできるかなって思うんで、とりあえず、このような流れで入ります。ちょっと 時短の時はなんで、一回なんていうんでしょうね、普通の洋服のアイロンでいうとスチームアイロンをこれにしようとした。しようとしたんです。はい。そしたら？すると。はい。これはどういうこと？写真がもうぼやけてますからね。写真もぼやけてるけど、髪の毛もぼやけてる。はい。編み込みカチューシャをしてほしかったんです。はい。そしたらサイドの髪を編み込み、あ、三つ編みしてそれをぐるーって頭一回転したんですよ。だからそうじゃないですって言って、え、どうしたのこれ、直したの？でもそれ成人式じゃないですか。まあ当日じゃないからね。そう、前日だから、あ、まあとりあえずこれで大丈夫ですって言って帰って、もう美容室帰った。上がひどい、全部がひどい。あら、これはちょっと事件ですね。事件、マジで、はい、びっくりしたっていう話でした。あ、ちゃんとしたやつあった。あ、ちゃんとしたのあります。え、なんすか。あ、三つ編みがまずぐるって頭のこの首の後ろにぐるっと巻かれて、この辺もう逆毛でくしゃくしゃにされて、これはもう逆毛でなんとかごまかそうという作戦。そう逆毛でごまかそう作戦ですね。びっくり。それはもう
やばいやつですね。やばいやつでした、はい、本当に、まあ、通常の矯正とね、またちょっとやり方が違うんですけど、はい、でこの状態にですね、今度は熱が あまりバーサーっていっちゃうので、結構この状態でやったりします。これつけた状態ですね。あんまり風がバッサリ出ないんで、とりあえずこれで、とりあえず、まあ、工程は終わりかなって感じですね。はい、おー、根元はちょっと待ってね、ちゃんと乾かすかなって、怒られるからね、かわいそう。ダブルドライ、そうそうそう、ダブルダイソン、うん、すげえ。普通にやっても乾かんからね、はい、今ピールメッシュ入れる、まあ、いろいろね、モデルさんも思いがあるみたいなので、カメラに向かって最後伝えたいっていうことなので、え、な、なに日曜11時あなたの番です、ぜひご覧ください。番宣でしょ、オファー来るかも、ね、でも番宣のそこまでの促し方ってなんかこんな感じですよね。なんかさりげなく、そう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 、言いたいことがあります。番宣会、番宣か、最終的にはね、人間の癖がやっぱ髪質に出ますからね、ちょっとだいぶね、出てますよね、まあ、癖が強いっていうことで、髪の癖も強いですね。髪の癖も人の癖も強いほら、変わったんじゃない？これ取ったらさ、めっちゃ変わると思うよ。これを取ったらさ、このさ、首のとこが全く違うから。うん。ちょっとこの、ここ、こう違うな。いや、めちゃ、もう触った感じまず違いますもん。そうよね。こんなの私なったことない。本当？この少なさは。ちょっと持って。ここはいつも多い。持っていって。いや、本当に。これでちょっとここ、ちょっと盛りタイム、うんうん、ちょっとここは。でも最近私分かったのは、うん、この辺を、はい、分け目を、はい、なんかこうするとふわっとする、分け目を隠すと、うん、それいらないそれじゃなくて、からこの今までこんななってる、うん、わ、すごい、嘘っぽい、 S になってる、嘘っぽい、それ絶対嘘っぽいもん。いやでも本当に自然に、うん、でも本当に量は少ない、こんな自然に量が減ったのは初めて。そうでしょ、うん、そうなんでーす。ねえ、本当に。そう。自然に減ったよね。で、ここのところも、うん、小顔バングでちょっとシュッとなって、うん、ここがこっちに入ってくれる。あ、ちょっと分かりづらい。ちょうど鏡、カメラさん。ここがこう入ってくれるんですよね。ここにシュッと。うん、奥行きできるじゃないですか。うん、その方がいいですよ。